はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回からは4大大会編やっていきましょう。まず能力、はい、こんな感じでね、前回よりちょっとだけ触ってました。まあちょっとカクテルグミも与えながら、はい、今後の新技に向けてですね、そんなことをしながら能力も上げていきました。でまあ力、賢さ、命中回避、ここら辺はね最終的にレベルねマックスの20まで届くかなといった感じで、はい、あとのライフ差、丈夫さもどこまで上がるかっていう感じですね。はい、ということでまあ能力の方はそんな感じで、でねこの余裕割値もちょっと悪寄りになってきました。まあ以前はね激酔いだったんですけど、ちょっとカクテルグミで戻しています。で体験も戻ってますね。で今回新技覚えていないので覚えに行きましょう。火山、うん、やっぱりフェニックス戦っておきたいな。パニッシャー、マグマハート、まあフェニックスかマグマハートかな。はい、まあここはねいきなり覚えてくれるのかなと。成功、うん、この丈夫さの上がりもいいですね。多分今6段階目ぐらいかな。だからそこそこ上がると思う。といってもそんなに上がらないんですけど、よし、ここもジャンプ耐えて、あ、嬉しい嬉しい、これぐらい上がってくれたらめちゃめちゃいいんだけど。さあティラノ来ましたね。じゃあここも攻撃だけ見ていくか。さあそろそろですね。なんだろう、多分爪なんだろうなこの場合。やっぱり、あ、違うのかあれで、キセルで反撃してる。おお、書いていった。さあ誰が来るかな。フェニックス来てほしいんだけど、どうだ。おお、ほんと来た、ナイスナイス。やっぱり火山といえばこいつですよね。さあやっていきましょう。負ける要素ないかな。いや多分、いや、え、どうだろう、一撃あんのかな。ちょっとそこも気をつけながら戦ってほしい。お、大丈夫、何を打っていくか。新技もいきなり出るかも。あ、出ないな、これは大飛び詰め。お、一発マジで、もうフェニックスは相手じゃなくなりましたね。強くなってる。じゃあ帰りましょう。はい、ということで戻ってきてから回復もさせておきました。で今回覚えた新技ありますね。おお、1段2段3段と超旋風詰め、力タイプの余裕技で、もちろんの超必殺技で消費ガス30、ダメージ B、 命中 D、 ガツダウン B でクリティカル S。 あ、これ強いんじゃないかな。めちゃめちゃ成長してませんかこれ消費ガッツが2上がっただけでこんな性能高くなる。ガッツダウンに至ってはもう D から B 2段階上がってますからね。お、これ期待できるな。全然強い。はい、ということでねこれ使っていきましょう。 M1 グランプリ、いやめちゃめちゃコスパのいい技が手に入ったかも。いいですよね、ガッツダウン B っていうのがめちゃめちゃいいんじゃないか。あとは命中率がどうかですよね。もしかしたらめちゃめちゃ E 寄りの D なのかもしれませんからね。いやでもそれでも仕方ないよな、それぐらい強い。はい、じゃあ行きましょう。M1 だからアースタウンですね。まずはドルガード、あれいきなりの危険か。いや危険あるよな。アースタウンド動じることなく、よし行きましょう。はい、まずルージュですよね。一発で多分でも死ぬことはないよな。600削るっていうことはないと思う。まあそこら辺も楽しみにしながら、とりあえずこれをね、お酒をちょっと一発ぐらい放り込んでおいて使い込みをしたいんでね。よし、あ、これでこれだけ出るんだ。だったら出るのか、出ちゃうのか。30 74%、ちょっと待てよ。うん、この選手かも命中率 D なんですけど、あー、やっぱり E 寄りの D なのかな。結構命中率は低いですね。はい、やっていきましょう。ええあれ超か、これ。え、大じゃないよな。え、なんだ、当たらないとダメってことかな。なんだなんだ、よし、おう、あれ、な外れるんだけど。
当たらないんだけど。ちょっと待てよ。うわー、やっちまった。やっちまった。大丈夫か。いや、打てる気しない。打てる気しない。よし。あ、よ、終わらない。いつまでも終わらない。すげえ。いや、外れまくった時はね、ちょっと、大旋風と変わらないなと思ったんですけど、いや、さすが蝶ですね。これは確かに蝶だった。大ではないな。蝶だな、これは。なんか10回転ぐらいしてたんじゃないか。いや、アスタウンド先生にも決めましょう。いや、ここはガッツ貯めて打つか。999狙っていく。まず先打ってからね。よし、やっていこう。多分当たるよな。80、90ぐらいまでいくと思うから。もう地震。うわぁ、すごい爆発だな。地震というか、なんか地割れとかそういうっぽいけどな。よし。91%。まあ当たるでしょう。これ貯めていって。素でも700ぐらい出てほしいな。わぁ、大ロケットみたいな、大ロケット。来ないか。タックル、いや、見たいよ。来ないか、来ないか。さあ、順調にガッツは溜まってるんで。打っていきましょう。97%。99までいくかな。さすがガッツの効果、ツインショーだ。おぉ、おぉとしか言いようがないな。さあ、打ちましょう。いやー、この微妙なね、これが難しい。よし、当たるだろう。おお、マジマジマジで。階段を登っていったな。あえて顔でやる。いや、この技面白い。登っていきましたね。いや、びっくり。大旋風でもそうなんのかな。多分ならないと思うんだけど。いや、さすが蝶だわ、これは。いや、ドルガードにも決めたかったな。まあ、まだね、今後チャンスもあるんで、そこで決めていきたい。いや、いい技覚えた。ガッツも30ぐらい削ってましたよね。いや、強いよ、これ。まあ、できれば、命中側の選手かぐらいあってほしかったな。強すぎるもんな。よし。で、あと能力。さてさて。能力は、おー、丈夫さ。あ、丈夫さ700いきましたね。命中も早くもあれだな。レベル20に届きそう。そしてせんべい。酒飲んで。もうすげえ不摂生だよな。まあ、ご飯はあれですけどね。ビタミンもどきあげてるんですけど。体調は心配だな。はい。ということでね、次の大会。はい。このウィナーズ杯でも、ちょっとね、打っていきたいなと思います。敵のね、モンスターの種類によって、ちょっと打点も変わりそうなんで、そこもね、楽しみにしながら、はい。次にジャンプしていきます。さあ、やってきました。ウィナーズ杯。やっていきましょう。ここはブリガンディですね。さて、ラインナップ。カーマイ、ルージュ。カーマイもちょっと楽しみだな。やっていきたい。よし、行きましょう。多分、こいつの場合は一発でやっつけてしまうかな。はい。ね。多分、お酒もこいつ無理だよな。酒でも一発だよな。ってことは、これ確実に打っていくか。よし、打っていきましょう。大丈夫かな。あ、やっぱり、あ、どこまで上がってんの、ミスってない。あれ、あれ、生き残ったぞ。生き残った。じゃあ、これで。面白いな、ほんと。登っていくのがいい。ね、回転だけではなく。いや、でも、ああ、あれ打ったらよかったな。普通の大旋風詰めを打って、ちょっと、どうなるか確かめた方がよかったかも。ミスったな。まあ、それはまた次回以降になるかもな。ルージュ危険ね。ですよね。そして、ブリガンディ。こいつにも最後打っていきたい。ぶちかましたいな。よし、行きましょう。まあ、ここも酒一発打ってからの999狙うかな？いけるかな？クリティカればいけると思うんだけど。どうだろう？まずこれ打ってからね。よし。おお、これもクリティカ入った。ってことは次出るんじゃないか。ちょっと苦しみすぎ。苦しんでる間はね、ガッツが回復しないんで、あまり苦しまないでほしい。当てといてなんだけど。お、そっちも旋風。いや、こっちはね、大じゃないんですよ。蝶なんですよ。その大ごときじゃもう出ませんからね。
上昇しませんからね。よし、80、いいよ。なんとか99まではいきそう。敵に打っといてほしいな。ガッツさがあった方がいいから。うん、黒ナイス。さあ打っていくか。99で、動かない。安定しない。よし、確実に。おお、ちょっと登った。ちょっとではあるけど、あダメージは全然ダメでしたね。クリティカルが入らないと。いやでも面白かった。もう完勝ですね。よし、いやいい技覚えたな。ただコンピューター戦ではあまり打ちそうな感じがないな。ここに技が多すぎるから。はい、2つ目も制覇しました。賞金も美味しいなと。あと能力ですね。今回やっぱりライフ成仏あたりが上がってほしいかな。はい、1万、これが本当にありがたい。で人気も100ですね。よし、さて能力。なんか渋いな。あんまり良くない。はい、ガロエですね。よし、絶対酒飲むからな。誰か止めてやってくれよ。まあアーケロ賞は仕方ないか。みんな見逃してあげてんのかな。はい、ということでね、今回は4大大会の前半戦戦っていきました。おな、ちょうど7歳7ヶ月でね、今回の新技、超旋風詰め、強かったですね。強かったし、まあ命中はもうちょっとあった方が良かったんですけど、まあね、このコスパというか消費が30でダメージとガッツダウンが B っていうのは、はい、かなり強いんじゃないかなと思いました。でクリティカルもね S なんで、まあ多分今人気100だから 40% ぐらい、 30-40% はねクリティカル率があるんで、まあ実質ね、実質というか3回に1回か3回に2回ぐらいね、クリティカルする技なんで、本当にね、今までで一番強い技じゃないかなと思いますね。まあこれも強いんですけど、でもこっちの方がやっぱり、でもこれ強いな。竜巻のコスパもめちゃめちゃいいな、最近売ってないけど。はい、あとね演出が良かった。普通にねくるくるするだけでも、結構ねインパクトあるのかなと思ったんですけど、光りながらね多分10回転ぐらいくるくるしてたんで、それだけではなくて、もう背の高い相手には上昇してね、顔面付近にもうくるくるしに行くっていう、この演出はね本当に素晴らしかったなと思います。やっぱりこういうことがあるからやめられませんね、新技は。こういうね面白いことがあるんで、はい、今回はそんな感想でした。そして次回もね、また新技を覚えながら4大大会の後半戦戦っていきたいなと思います。いや次回の技も楽しみですね。はい、僕自身も楽しんでまたやっていきたいなと思います。ご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に下がってますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。